You stupid. Whoa. Hi.
い。魔物に乗っ取られています。魔王の手先となったゴーレムを放置できません。リンク、共に戦ってください。No! 行きましょう。必ずここでゴーレムを食い止めます。
聞いたようです。私は誇り高きゾナウ族にして魂の賢者、そしてゼルダの思いを知りあなたに合力する者。ミネル、やっと会えましたね、リンク。ありがとう。あなたのおかげでこうして秘跡を取り戻すことができました。本来であればあなたがプルアパッドを手にすると同時に私も目覚め、あのゴーレムに魂を宿して導くつもりが魔王の手先に乗っ取られ妨害されていたのです。リンク、手を。賢者ミネルの名において力を授けましょう。さあ受け取ってください。私とあなたには深い縁が結ばれました。これからはあのゴーレムに魂を宿し、あなたの力となりましょう。砂漠より現れた邪悪なる者、ゲルドの頭目ガノンドロフがソニアの命を奪い、彼女の秘跡を手に入れたのです。ガノンドロフは秘跡の力で人から魔王へと変貌を遂げ、あまたの魔物を生み出し世界を襲いました。ハイラル王国は襲い来る魔物たちと懸命に戦いましたが、邪悪な力に押され窮地に立たされていったのです。ラウルはその状況を打開すべく一つの策を講じました。力ある戦士たちに秘跡を託し、賢者となった彼らと魔王ガノンドロフを倒そうとしたのです。数で勝るラウルたちは魔王を打ち果たせるはずでした。しかし、魔王の力は想像をはるかに超えて膨れ上がっていました。私はその猛攻の前に倒れ、もはや我らに勝機はありませんでした。そしてラウルは、
最後の手段を決意したのです。その慢心が命取りぞ、ガノンドロフ。道など持たぬ覚悟。マル様。我にとっては万年も瞬きと同じ、何も変わらぬ。いや、悠久の先、貴様を討つ者が必ず現れる。大魔の剣を持つ剣士リンク、この名を忘れるな。リンク、ではその剣もあなたと同じように時を超えてきたと。はい、元いた時代で私は見たのです。このマスターソードが砕けながらも魔王に傷を負わせたところを。我らの力がまるで通じなかったあの魔王に、しかしその剣で何をしようというのです。マスターソードは聖なる力を満たし続けることでより強靭な剣として再生します。確かに再生と強化が可能なのであれば魔王に対する切り札になり得るかもしれない。しかし魔王に対抗できるほどの力を持たせるには長い長い時間が必要でしょう。それほど途方もない間、聖なる力で満たし続けるなど、一体どうやって。方法はあります。まさか。はい、あの術で、私が。言ったはずです。あれは禁断の術、人を捨てるということだと。それを、あなたは。フィネル様。人には戻れないのですよ。剣を手にした時、確信したのです。私はこのために時を超えてきたのだと。私はマスターソードを復活させ、リンクに届けたい。わかりました。決意は固いようですね。こたびのことは我らゾナウのおごりが招いたも同然。私も残された命のすべてをあなたの言う勇者リンク殿にかけ、
最善を尽くしましょう。我が肉体が滅びようとも、魂の続く限り。